嵐メモリアルイヤーで解散。25周年コンサート計画も大野智は完全拒否。嵐を残したい松本潤との意見のすれ違いがやばい。こんにちは、芸能ダイヤです。創業者のジャニー北川氏の問題を受けて10月17日、ジャニーズ事務所の社名がスマイルアップに変更されました。東山紀之新社長は10月2日に行った会見で、ジャニーズ事務所がタレントのマネジメントや育成業務から完全に撤退し、被害者への補償のみを行っていく会社になると説明。同社は補償終了後に廃業となるようです。所属タレントは新たに設立するエージェント会社と個別に契約を結んで活動し、新会社の社長に東山氏、副社長に井ノ原快彦氏が就任。会社名はファンクラブで公募する予定としています。ジャニーズ事務所が消滅し、所属タレントとの広告契約を見直す企業も続出する中、国民的グループ嵐は間もなく CD デビュー25周年を迎えます。来年11月3日にデビュー25周年を迎えますから、今年の11月3日からアニバーサリーイヤーに突入するんです。これまでも周年にはアニバーサリーライブを開催してきましたから、多くの関係者やファンも再集結とライブの開催に期待を寄せています。しかし25周年のアニバーサリーライブはどうやら開催されない見込みということが明らかになってしまいましたね、と芸能プロ関係者は話しています。10月17日発売の週刊女性が嵐の再始動ライブを開催するべく、2024年秋に東京ドームが抑えられていたと報道しました。ところが予定が変更となり、最終的にはジャニーズの別のグループが使うことが決まったということです。25周年に再始動すべく、櫻井翔さんを中心に調整が進められており、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんも了承していたということですが、大野智さんが完全拒否し、計画は頓挫したと記事では伝えています。ドームツアーはアーティストにとって憧れでもありますが、実はドームを抑えるのは単にお金があれば OK という話ではなく、ドームサイドと特別な信頼関係を築いている人脈がないと不可能な、非常にハードルの高い話だと言われています。これまでジャニーズ所属のグループがドームツアーをたびたび開催できていたのは、ジャニーズというブランドが強かったから。ただいくら嵐であっても時期が迫ってくる中、具体的に話を進めることができないと、ドームサイドも了承することはできない、ジャニーズ事務所サイドももう無理だなとなり、別グループのライブに切り替えることにしたのではないでしょうか。嵐は活動休止からもう1000日超が経過、さらに25周年ライブさえできないとなったら、いよいよ解散が現実的になってきますよね、と。東京ドームの予定が嵐のコンサートではなく、ジャニーズの別のグループが使うことに変更された理由が語られています。創業60年、長きにわたり日本のエンタメ業界を引っ張ってきたジャニーズ事務所の看板が、まるで夜逃げのごとく一夜にして撤去されたのは10月6日の未明のこと。その翌日の夕方、看板のないビルを名残惜しそうにスマホで撮影するファンに見守られながら、黒塗りの車が同事務所へと入っていったそうです。気づいたファンはほとんどいなかったようなのですが、その車に乗っていたのは嵐の松本潤さんでした。松本さんをはじめ嵐のメンバーが集まり、緊急の話し合いが行われたそうです。10月2日の会見を前に、5人が久しぶりに集まったことが明らかになっていますが、彼らは毎日のように連絡を取り合い、時に顔を突き合わせ意見を出し合っています。議題はもちろん嵐の今後についてです、と芸能関係者は話しています。2020年の大晦日をもってグループとしての活動を休止して以降、嵐の5人が公に揃うことはありませんでした。今年11月にデビュー25周年の節目を迎え、メモリアルイヤーでの再集結を夢見ていたファンたちですが、まさかこんな形で5人が集まっていたとは驚きですよね。現在相葉さんは10月スタートのドラマ「今日からヒットマン」で主演を務め、二宮さんもまたロークールでドラマ「ワンデー聖夜のから騒ぎ」で主演を務めています。松本さんは NHK 大河ドラマ「どうする家康」で主役の徳川家康を演じ、桜井さんは報道番組「
ニュースゼロのキャスターを務めるなど、それぞれのジャンルで華々しく活動を続けています。芸能活動を休止している大野さんは、沖縄と東京を行き来する2拠点生活を送っているようですが、現在は都内にいると見られています。嵐のメンバー5人揃って説明を受けました。密にメンバーとも連絡を取っていますので、メンバーと相談しながら考えていけたらなと思っています。10月2日のジャニーズ事務所の会見当日に放送されたニュースゼロに生出演した桜井さんはそう語り、事前にメンバー全員で新体制の説明を受けたことを明かしています。事務所が激震に見舞われる中、嵐のメンバーは連日今後のグループの在り方に向き合っているようで、冒頭の日の会談は約2時間半にも及んだそうです。後輩や先輩といった仲間たちの意見も聞きながら、自分たちはどうするかを話し合っているようです。中でも松本さんはリーダーシップを発揮し、頻繁に事務所にも出入りして契約に関する情報を精査しています。松本さんにとって嵐は特別です。他のメンバーもそうですが、この先も嵐の名前は残したい。そのために最善の策は何か、契約形態などを含めて目下検討されているところです、と前室の芸能関係者は話しています。激動に襲われたこの1ヶ月、ジャニーズ崩壊とまでささやかれる中、現時点で嵐の今後は何も発表されていません。グループという存在があるから個人では発信できないのでしょうが、松本さんは事務所を再建したい、そしてどうしたら嵐を存続できるかという気持ちを周囲に強く主張しています。海外に目を向けるなら脱退や退所を考えた方がいいと助言する人もいたようですが、彼の中では嵐をなくす、事務所を出るという選択肢はゼロに近い、嵐は永遠にという思いすらある。5人でのこれからの道を模索していて、そのためにメンバーでの話し合いを続けているのです、とある記事で松本さんの知人が語ったそうです。幸いにも今嵐のメンバーの絆は以前より強まっていると言います。9月18日都内で行われた二宮さんの主演映画アナログのトークイベントでのこと、何でも話せる親友はいるかと質問された二宮さんは、嵐の4人と答え、ずっと同じ価値観で進んでいる友達とで言うと、あの人たちしかいないんだなとしみじみ語っていました。さらに6日に行われたアナログの初日舞台挨拶で、二宮さんは都内で車を運転中に偶然街を歩いていた大野さんと遭遇したことを明かし、大野と縁でつながってるんだなぁと思ったと語りました。今は嵐にとって難しい時期ですが、メンバーでただ一人活動休止中の大野さんの近況を明かし、イベントで4人との友情をアピールしたのは、嵐は必ず戻ってくるという二宮さんなりのメッセージだったのかもしれません、と芸能記者は話しています。それぞれの思いが交錯する中、今後の嵐の鍵を握る松本さんはどう動くのでしょうか。1年以上続いた大河ドラマの撮影も大詰めを迎えており、松本さんの口から決意が語られる日は間もなくかもしれません。嵐の今後の動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。